つ肩の凝るありがたいお言葉だこと、みんな承知の上で来てるってのによ。お、なあ、俺はアフィンって言うんだ。よろしくな、相棒。何キョロキョロしてるんだよ。相棒ってのはお前のことだよ、相棒。たまたまとはいえ同じ組になったんだな。それにしたって随分と聞き心地のいいことしか言わないんだな。嘘とまでは言わないけどよ、10年前のあれで随分とアークス減っちゃったみたいだし、人材確保に必死ってことなんだろうな。ま、俺は俺でやりたいことあるし、どうでもいいんだけどさ。転送座標の設定終了。アークスは順次出撃してください。お、準備ができたみたいだな。初陣らしくぬるい地域みたいだぜ。まあ気楽に行こうぜ。すげえなあ、あっち向いてもこっち向いても緑だらけなんだかワクワクしてきたぜ。ちょっと焦りすぎてもダメだよな。うん、ああそうそう、俺たち戦闘は初めてだし、基本的な動きとか練習させてもらえるみたいだぜ。よろしくな、相棒。訓練用学習プログラムを担当するヒルダだ。時間が惜しい、早速だが始めるぞ。まずは移動手段を確認しろ。ではこちらの指定する位置まで移動してみろ。焦るなよ。アップは十分なようだな。では攻撃手段の指南に移るぞ。さあ実際に武器を使ってみるんだ。飲み込みが。ではタイミングを取って三段攻撃を行ってみろ。使用してみるといい。よろしい、従前だ。では場所を変えるぞ。先に進め。おあつらえ向きだ。跳躍軌道についても確認しておけ。補給物資が確認されている。跳躍
進め。ありゃ原生種か。元気だな。ってなんかこっちに来てね。どう見ても仲良くしましょうって雰囲気じゃねえよなこれ。相棒やるしかないみたいだぞ。損傷は即座に治療が基本だ。回復手段についても教えておこう。よし、では実際にモノメートを使用してみるといい。補給物資としてその場に用意しておいた。では先に進め。さてここからは実戦技術だ。戦闘を有利に運ぶためのものだな。防御は最大の攻撃。まずエネミーからの攻撃回避方法だ。よし、これも習うより慣れろだ。実際に避けてみせろ。様になってきたじゃないか。では、次は応用だ。武器には応用的な使用方法がある。好きなように試してみるといい。
completed. ARCSの回復装置などでも可能だ。まもなく回復装置をそちらに投下する。使ってみるといい。こちらヒルダだ。周囲空域オールグリーン。目標座標送信。投下許可を発布する。最後に武器の装備と変更についても話をしておこう。では今の要領で武器を切り替えてみろ。よし、私が指南できるのはここまでだ。あとは実戦で経験を積み学んでいくといい。ここまで私の手を煩わせたのだから無意に死ぬことは許さんぞ。なんとかなったな。とはいえここから先に進んでも同じようなことが待ってるんだろうな。俺戦いたいってわけじゃないのに。言ってもしゃあねえか。指令も来てるし先に進もうぜ。一段落ってところか。人間慣れるもんだな。お前はどうよ、慣れた？つっても俺よりうまく動けてるし心配するだけやぼか。俺はさ、人を探すためにアークスになったんだ。だから戦いのうまさとか試験の結果とかどうでもいいんだよな。なあ相棒、お前はどうしてアークスになろうって思ったんだ？管制よりアークス各員へ緊急連絡。惑星ナベリウスにてコード D 発令。フォトン係数が危険域に達しています。繰り返します。惑星ナベリウスにてコード D が発令。空間侵食を観測。出現します。 おい相棒、あれ。嘘だろ、何もないところから真っ黒い奴らが現れた。それになんだよこのまがまがしいフォトンは。くそ、何なんだよこいつら。ダーカー出現を観測。空間強度限界を超えています。全アークスへ通達。最優先命令コードによるダーカーへの戒厳令が下されました。こいつらがダーカー。アークスの敵で宇宙の敵で全てを食らい尽くすもの。なんでだよ、どうしてだよ。ナベリウスにはいないはずだろう。
突破って正気か相棒。こんなにダーカーがいるってのに。なあもうクソ分かってるよ。それしか道がないって俺でも分かる。どっか他のチームに合流できればなんとかなるかもしれねえしな。どうにでもなれ。なんとかうまくいったな。ここまで来れば追ってこないだろう。まだ湧いてきやがるのかよ。くそ、もうやるしかねえ。Emergency! Code! Attack!相棒、あそこ俺たちと同じ試験生がいるぞ。おいおい、無事か。よかった、こっちは二人で。な、冗談だろ。こんなにあっけなく人が。何たくさん来るんだよ。何が目的なんだよお前らは。いや恐ろしいぐらいドンピシャ。悠長のエコーを置いてきて正解だったぜ。おいお前ら大丈夫か。正規のアークス、救援に来てくれたんですね。よかった、助かった。ああ、はん、なんつうか思ったより数がいるなこれ。正直すんげえ予想外。え、あの、ちょっと先輩、助けに来てくれたんじゃ。あ、だから今助けの助けを呼んどいた。合流地点はこの先だ。すっげえぞ。じゃあ俺たちも戦うんですか。アークスなんだから当然だろう。ほらお前と違ってそっちのやつはしっかり準備してるぜ。おい、相棒。分かったよ、分かりました。やるしかないって言いたいんだろ。お前初陣にしては肝は座ってるな。なかなか見どころあるぜ。だって、あ、いやちょっと失礼。その顔どっかで見たことあるよな。どこだったかな。まあ考えるのは後でいいか。
それじゃ行くぜ、ルーキーども。きちんとついてこいよ。なんで初陣からこんなことに。そう悲観するなよ、ルーキー。安心しとけって、二人とも俺が守ってやるからよ。ここにもこんなにいっぱい。どうするんすか先輩。いちいちうっせえな。道中含めりゃもっといただろうが。いい加減慣れろっての。さて頃合い的にはそろそろなんだが、あいつまた遅刻か。いやすまんなルーキー、助けを呼んでおいたはずなんだが、どうもそいつが遅刻してるみたいだ。ちょっとゼノ、新人にいきなりマイナスイメージを吹き込まないでよ。お、来た来た。遅えのが悪いんだよエコ。それより状況はどうなってる。まだダメ、ダーカーの数が多すぎてかく乱されてる。本格的な機関転送ができないみたい。なるほどな。要するにこの辺りのダーカーをやっちまえば脱出できるってわけか。私も行こうか。大丈夫だ、このルーキーたち結構な腕だぜ。ともすりゃお前より強いかもな。もう勝手にしなよ。さてルーキー、最後の仕上げだ。ここいらの奴らをぶち倒しておしまいにするぞ。奥の手行くぜ。
お帰りなさい。あなたたちも大丈夫？怪我とかしてない？おいおい、俺がついてたんだぜ。そんなヘマさせっかっての。だから心配なんじゃない。ごめんね、無茶ばっかさせられたと思うけど、もう大丈夫だから。お前な。あの先輩、こちらどなたですか？ていうか俺たち多分先輩の名前も聞いてない。ちょっとゼノ、どういうこと？自己紹介もしてなかったの？ああ、そういや忘れてた。いやすまん、なんだか俺のこと知っている気がしてな。改めて、俺はゼノって言うんだ。こっちのうるさいのがエコー。よろしくね。あと、うるさくないからね。あ、俺アフィンって言います。よろしくお願いします。こいつは相棒。俺たちアークスになったばっかで、何が何だか訳が分からなくて。いいんだよ、細かいことは考えなくて。そういうのは上の仕事だ、あるいは自分で調べろ。さっき出てきたのがダーカーで、俺たちアークスのフグ大天の敵。俺から言えるのはそのぐらいだ。まあ変な夢抱いたままじゃなくて、いきなり現実を知ることができたってのは逆に良かったと思うぜ。ちょっとゼノ、少しは考えてよ。この子たちいきなりの実戦でショックを受けてるのよ。そんなおもんばかったところでダーカーと戦うって現実は変わらねえよ。だったら早めに知っておいた方がいい。その方が長生きできるからな。ほらほら、そんな神器臭い顔するな。お前らは生きてる、生還したんだぞ。収容任務達成、万々歳じゃねえか。でも俺たち以外の試験生が目の前で。それこそアークスにはつきものだ。いちいち悲しんでる暇もねえよ。ほら胸を張れ、志半ばで倒れた奴らのためにもな。はい、そう、それでいいぜアフィン。納得できなくてもうなずく気力があれば大抵のことはなんとかなるさ。その悔しさを忘れるな、諦めるな。忘れず諦めずにいればいつかきっとなんとかなる。かっこいいこと言ってるように聞こえるかもしれないけど、今の完全に受け売りだからね。おいこら、エコーバラすな。いいんだよ、師匠の言葉は俺の言葉だ。格言を勝手に作らないの。まったく、昔から勝手ばかりして、私の苦労も少しは考えてよね。お前の遅刻癖は俺のせいじゃないだろう。うるさいゼノ、ほらもうすぐアークスシップに着くわよ。ほらそこのルーキー君二人組も笑ってないで準備しなさい。Thank you.
さて、無事に戻ってきたことだし、ロビーでのんびりすっか。ダメ、報告が先。はいはい、わかってるよ、うっせえな。まあ、そんなわけでルーキーたち、俺がお守りしてやれるのはここまでだ。こうやって知り合ったのも縁だろう。何かあったら声かけてくれ。じゃあまたな。頑張ってね。はあ、嵐のような人だったな。いや、嵐のような出来事っていうのか。ここってアークスのために用意されたロビーってとこだろ。ショップなんかはもちろん、休憩するための施設なんかもあるはずだからさ。俺ちょっとロビー回って頭を冷やしてくるよ。いろいろありすぎて頭がぐっちゃぐちゃでさ。いらっしゃいませ。気をつけてくださいね。こんにちは。それでは。何か用？困ったな。じゃあね。いらっしゃいませ。ありがとうございました。何をしたいのかな。どのクエストにしますか？
何かしら。さよなら。よよじゃあな。